はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。4時半ですね。6月はですね13日の木曜日でございまして、まったりとしていますね。今になって日が照ってるんですよ。でも今の時間は日が入ってこないんですよ。腹立ちますね、ほんまに。もうちょっと前に今日日が出てるよね。でも暑いね。千代田区25度で、この部屋はですね26度ぐらいでしょうかね。今実は扇風機かけてますね、ゆったりと、もうそろそろ夏でございますね、ほんまにね。ちょっとまた暑いのもね、またなんでございますけども、はい、行きましょうか。これはですね、昨日12日に日本経済新聞に出た記事でございます。不法移民は貧困の元素、中国人越境に930万円、リサン・ディアスポラ、排日移民法100年ゲーとかって書いてありますね。なんやろこれ、よくわからん。でも例のごとく6行しか読めませんからですね、ちょっと6行だけ読ませていただきますね。米東部ニューヨークで暮らす中国籍リー・シンは笑顔で振り返る。国境警備隊に米国へようこそと言われ、アイムホームと思ったよ、ここが故郷だと。まあウェルカムトゥ US と言われたんでしょうね、国境警備隊に。2023年7月に正式な手続きを経ないまま、メキシコと米国西部カリフォルニア州の国境を越えた不法移民の一人だと。彼はあれですね、きっと中国のパスポートを持ったままなんでしょうね。ただ何かあったら中国のパスポートを出すんでしょうね、 ID の代わりに。中国南西部の雲南省で金融機関の仕事をしていた。金融機関の仕事をしていたって肩ギアそんな。リーは個人投資家として成功し、一人で余生を過ごすのに十分な財って書いてありますね、財産を築いたわけですね。でもですね、アメリカへですね入るですねビザが取れなかったからですね、メキシコ国境からですね不法入国したんでしょうね。で多分この方はですね、まあ日本円にしたらですね、最低でも一桁億円は持ってるんでしょうね。そんな方が今どん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 中国に入っていっています。正式にビザを取れる人はビザを取って入っていってるし、ビザを取れない人はですねメキシコ国境からですねブローカーに頼んで入れてもらうんですね。で入りさえすればですねもう OK なんですよ。なんか不思議な制度ですよね。入りさえすればですね、はい、じゃあ君らって何月何日ここに出頭してとかで紙もらってですね、そのまま好きなとこ行けるんですよ。で別にお金をね持って入ったら別にそれが取り上げられることもないんですよ。だから好きなとこ行くんですよ。それでそれで出頭するかどうかは自由ですよ。まあ出頭してればですね、まあ一応滞在正規の滞在になるんでしょうね。移民局に追い出されることはないと思うんですね。まあ、この方がしてるかどうかまでは分かりませんけどもですね。でそれでですねこう誰かと結婚して子供産むでしょ。まあ結婚しなくてもいいんですけど、生まれた子供は自動的にアメリカ人なんです。そうやってですね、中国人に限らず今アメリカにはですね、毎月2、30万の人がですね入っていってるんですね。これすごいことでしょう。毎月20万人入っていってもね240万なんですよ。もう10年ぐらい前でしょうかね、著名なエコノミストとですね、朝日新聞の記者さんと3人でですね酒飲みながらですねいろんなよもやま話をしてて、そのエコノミストさん若い時10年ぐらいアメリカに住んでたことがあってですね、まあちょっと 上目線でですねいろんなことを教えてくれるんですけど、まあ、もう当時私はまだ若いともないか50代前半でしたから、へーへーへーって聞いてたんですね。当時彼が65、6ちごたんかな。だからもう10歳一回り以上上の方でもう大先輩なんで、そりゃこっちはたかだか不動産マンションでうやうや言うてるだけの人間でしょ。向こうはもうそう名のあるエコノミストでもうテレビなんか出まくってる人なんでね。
でいろんなことを教えてもらったんですけど、榊さんねって、あのアメリカの雇用統計って出てるだろって、あれ 毎月去年はじゃあ先月は何労働者が何人増えたとかって出てるだろって、あれはねってみんな移民なんだよって言われて、確かにね当時毎月毎月で今でも出てますよ、あのアメリカの5月の雇用統計はって、何人増って予想よりも低かったとか、あの高かったとかって、あのですね雇用統計毎月20万も30万増えてるでしょ、あれ不思議でしょうがなかったんですよ、そんな仕事増えるんかいみたいなですね。だって減る仕事もあるわけでしょ、ところが雇用者が増えてるわけでしょ、毎月20万も30万も、つまりあれは国に入ってきた人がですねみんな仕事についてるんですよ、まあ、マックの店員かも分かりませんしですね、その辺の道路掃除してる人かもしれませんし、まあ、そんな仕事でも一応雇用なわけですよ、多分あの行政によってはですね、あの滞在許可があってもなくても雇うみたいな行政もあるわけでしょ、道路の掃除するんであれば、でマックの店員であればですねちゃんとした滞在の許可がなくてもですね働いてくれやそれで OK なわけでしょ、だからそうやって増えていくんですよ、それがねアメリカの国力なんですよ、日本減る一方やんそんな。ほんまに、いやわずかに外国人入ってきてますよ、でもね東京でですね例えばじゃあです、ね、先月は2000人増えましたとかなんかそんなんですよ、あかんでしょ、で他の県大体減ってるんですよ、あんな熊本とかですね北海道とかは別ですよ、北海道の一部地域は別ですよ、他は全部減ってるんですよ、やっぱりこれが国力の差やなと思いますね、これで中国人は金持ってるやつも持ってないやつもですね大体でも今持ってるんですよ、ここにタイトルに出てますのはですね渡航費用930万でしょ、まあ僕の読んだいろんな記事の中には600万って書いてあるのもありますよ、大体みんなそれくらいの金は持って用意してですねアメリカ行くのにそれだけ払うんですよ、で行ってからなおかつ持ってるやつ持ってて部屋も借りるしですね不動産も買うしで事業も起こすしってやってるんですね、だから中にはですね一桁億円ぐらい軽く持っていく、もう別にあの現金で持ってきませんよ、どっかに預けてあるんですよ、引き出せるようにして、ビットコインになってるかも分かりませんし、それはどっかのですね、あれバージニア諸島かバーミューダ諸島かなんかその辺の銀行かも分かりませんしですね、ケイマン諸島かもしれませんし、それは分かりませんけど、まあ、マットに行くならシンガポールですね、そこで引き出してですねちゃんと暮らしていくんですよ、昔みたいにね木の実木のままでですね何度もいい仕事があったらやりますって1時間5ドルでも働きますみたいなですね、そういう人は少ないんです、少ないんですよ、で人によっては私はですね IT エンジニアですみたいなとかですね、なんとかの教師ですとかって言えるわけですよね、なんでですね今は変わってきてるんですよ、昔のスネークヘッドがですねもう何でもかんでも掘り込んでた、会館で打ち上げられたらそれで OK みたいなですね、そういうんではないんですね今の中国人って、だからですね、まあまあそれがアメリカにとっていいことなのか悪いことなのかですね、まあでも少なくとも彼らにとってはですね中国で暮らしてて大抵の人がですね仕事を失ったかですね逮捕の危険があるかなんかそんな人なんですね、まあだからそれがですねアメリカに行くというのは彼らにとっては悪いことではないでしょうね、である程度ですね2桁億円ぐらい持ってたら日本に来てですねマンションアパート1棟買えばもうそれだけで永住権が取れます、だから日本に来る人も結構多いわけでしてですね今のですね中国はですねそういう人たちはどんどんとルンいわゆるランしてる逃げてるんですよね、だからアメリカに行く人もいれば日本に来る人もいるという、アメリカに行く人はですね結構金持ってんでというのがこの記事でございますね、はい、一応この日経新聞のですねアドレスを貼っておきます、皆さんどうもありがとうございました。